こんにちは、えっちゃんです。そしてこんにちは、サーマ交通の、まーちゃんと申します。まーちゃんさん、サーマ交通さん、はい、こんな可愛らしい YouTuber さんいらっしゃるなんて初めて知ったんですけど、今回は心霊スポット巡礼ツアーというね、タクシーのツアーがあるんですけれど、そちらに行きたいと思います。こちらのツアーは、じゃあまーちゃんさんが連れてってくれるんですか？じゃあ私も見守り隊としてご一緒させていただくんですが、はい、今回ですね、実際にですね、霊感がある弊社のドライバーが霊感がある方がいらっしゃるんです、ね、はい、お願いします。どうも、心霊タクシードライバー菅井と申します。今日は謹んでご案内させていただきます。よろしくお願いします。実際この心霊スポットに行った時に、はい、幽霊見たりとか感じたりしたことあるということですか？ま、おいおい話していきたいと思います。結構そういう経験多そうな感じなんですけど、ちょっとドキドキしつつ、はい、早速巡礼ツアー行っていきたいと思います。お願いします。はい、ということで、まずは1箇所目、某トンネルに向かってるわけなんですが、このトンネルって何があったとこなんですかね？このトンネルはですね、関越の下を通るガードなんですね。そのガードのところで事故があって亡くなった方がいるっていう話。ただそれよりも、はい、用水路分断しちゃったんですよ、はいはい、でその分断したことによって水の気を止めるっていうのは非常に良くないことなんですね。汚れた気がそこに溜まるって言われてるんですよ、はい、結局それがあってから、そのトンネルでいろんな不可解な現象が起こったりしてます。まだでも明るいですから、暗いよりはまだ。お止めしますね。はい、着きました。で目の前見てもらうと分かるんですけど、蓋してありますよね、道路に。ああ、そういうことか、うん、あれ水路なんですよ。で降りて行ってもいいんですか？はい、大丈夫です。ちょっとそちら側、あの草が生えてますんで気をつけて降りてください。はい、はい、はい、こちらです。見たら分かると思いますが、なんか分からないけど嫌な感じはする。はい、じゃあちょっと霊感のあるドライバーさんにも一緒に来てもらいました。あんまりそっち行かない方がいいですね。え、虫が、ああ虫怖い、真ん中の方で、はい、はい、ドライバーさんにも来てもらいましたが、確かに嫌な感じがすごいする。そうですね、ここがずっと水路になってますから、じゃあこの蓋を開けながら。まあでもここはね、まだ短めなんで、まあ一番最初のところとしてはいいのかもしれない。もう出る、もう出る、怖い。よし、はい、この後も何箇所か行くわけですけど、耐えられるかわかんない。次の場所に向かおう。はい、ということで、もうね、夜も更けてきました。だいぶ暗くなってきたね。で、今から行くのは神社です。ちっちゃい鳥居があるところらしいんですけど、ここは何があったとこなんですか？ここは昔漁師が狐を撃ったらしいんですよ、はいはい、中に小狐がいたと、はい、でそのたたりでかなり村が荒れたっていうことですね。はい、でそのために建てられた稲荷神社ってことになってます、はい、森だもん。あ、はい、これもう荒れな感じですね。森のやつだわ。ちょっと小さいんですよ。小さいですね。なんでこんな小さいんでしょうね。不思議ですよね。不思議です、はい、踏み入れちゃいけないところに踏み入った感じがすごい。着いたんですが、お稲荷さんが 1,2,3,4 匹いますね。ちょっと人がくぐるには小さい感じですよね、はいはい、多分違う意味合いがあるんじゃないかと言われてます、はい、あの目の前がある高校なんですけど、はい、見たっていう人は多いですよね、はい、なるほど、あれだな、うん、なんかね、あのなんか感じるよね。もう全然喋れてないから、うん、喉についてるかもしれないから。喉に、うん、はい、ということで、こっからいよいよね、暗さも増してもっと怖くなっていくと思います。次行くのはとある一本筋なんですが、次の場所はどんな場所ですか？ここはですね、あの先祖の遺言で、この木を切ったらたたるぞと、うん、そういう言い伝えのある場所なんですよ。まあ10年ぐらい前なんですけど、はい、そこの木を切って家を一軒建てようとした時に、設計士の方亡くなってるんですよ。もうたたるぞって言った通りに、
切っちゃったんですか？切ってません、まだあります。あ、切ろうとしたら、はい、ってことですね、はい、あんまりここはおふざけなしでいきましょう。怖いです。やばい、暗くなったからもう怖いよ。このさ、掴むところを握る力がだんだん強くなってきて、ちょっとやばい。ここ今お墓ありますよね。その方のお墓です。ご先祖様の、はい、はい、そうです。もしかしたら今ね、ちょっと私喉取りつかれたかな、全然喋れなくなってきて、はい、到着いたしました。やーほー、ついちゃった。なんか一個だけなんかちょっとね、はい、変ですね、はい、着いた瞬間に、あ、あの木だなっていうのがすぐ分かって、でね、どう考えてもここ家建てられるって、角でいい感じのとこなのに建ってないのはやっぱりそういうのがありそうですね。家とか畑がちゃんとありますもんね、どっちに。はい、一本杉はなんか謎のオーラじゃないけど、なんかわかんないけど、こう嫌な感じがすごくしてたんですが、この後はなんとホタルが見える公園、一見ロマンチックなところなんですよね。ここがどういったところなんですかね。はい、ここはですね、実はネットを探しても多分出てきません。え、私が偶然見つけちゃったんですよ。で、写真を撮りに来たんですね。そしたら写りました。その写真実はデータあるんですよ。泊まった時にちょっとお見せしたいと思います。はい、じゃあ本当に実体験したところってことですよね。そうですね、はい。着きました。そのホタルが見える公園なんですが、実体験してるってことは、じゃあそこ行ってみましょうか。はい、もしかしたら、あ、待って、鳥居やん。うん、そうです、はい、ここですか。そう、もうその場所に入ってます。もうここ周り囲まれてますんで、まあとりあえず行ってみましょう、はい、なんであるん、鳥居、怖っ。懐中電灯消すとこんなもう真っ暗なんですよ。何も見えない。この道があるんですよ、こういう風に。しかも何これ、またなんかありましたよ。お地蔵さんだね、この道。しかも奥になんかある。ちょっと菅井さん、これは近くの方のお墓です。お墓、はい、まあもうちょっと進んでみましょう。ね、やばい、ここ急に怖さが増して、なんかドキドキする。左見て、これだ、はい、お墓がある、はい、てかめっちゃ怖くね。もう一回消すよ。ほんとなんもなくない。真っ暗。なんか落としたんですけど、はい、多分もうこれ以上入るなということだったんだと思います。さっきから、私だけかもしれないんだけど、こっちからキューって落としたり、なんかな、さーみたいな、なんか変な音がするんだよね、さっきから、はい、多分ついてきてます。下まで降りますか。いい、無理です、私なんかもう無理です、いけないです。俺と菅井さん下まで行くからさ。え、ここでも、いや無理次行こう。あ、そう、うわー怖い。一人怖い。すいません、お邪魔しました。お邪魔しました。はい、そして次行くのが城址公園、あれですね、城跡の公園といいますか。どんなとこなんですか、さっきみたいな感じですか。これはもうネットで有名なんで言っちゃいますよね、名前ね、はい、血の出る松っていうのがありまして、それ今、はい、血の出る松の跡っていうことで縦看板だけ立ってますけど、はい、血が出るんですか。そうです、血のような赤い液体が絶えず出てたって言われてますね、はい、ちょっと手前に霧吹きの井戸っていうのがありますね。常に霧が吹いてるような、でそこの井戸でも実は写真が撮れています。で最初に、じゃあまずあっちの霧吹きの井戸から行ってみましょうか。はい、ここは有名なのまーちゃんの車っていう。あ、これがまーちゃんの車って。さっき写真見せてもらったんですけれど、ボワっていうのが映ってたからね、ここで。あ、ここだ。ここだよ。
入っていいんですか、ここ。入って大丈夫ですよ。あ、ここの下、ここが井戸だったんですね。はい、はい、なんかこう跡がこうありますね。そのあたりが、はい、さっき見た写真のもやってとこが。そうですよね、はい、あー怖い、映ってるかもしれん。ちょっとまーちゃん連れてこうかな。噂のまーちゃんの車からまーちゃん連れ出して行っちゃおうかな。女子2人で行ってみようかなと思うんですが、どうですか。頑張ります。1個前のところよりは明るいっちゃ明るいんですけど。そうですね、結構私も下見で何十回もスポット行くんですけど、はい、あんまりいい気はしないですね。あ、この上、これ先あの男性禁止みたいな。いやどこまであんのこれ。さっき菅井さんから聞いたんですけれど、はい、乗り移られたっていうか、なんかこう取り憑かれたことあるんですか。取り憑かれた。一回体調悪くなったことはあります。それ前日飲みすぎたとかじゃないですか。違います。ただ健康です。あー、開けてはいますね。あ、ちょっとまー、あ、ちゃんまー、あ、ちゃんびっくりしたわ。そういうとこあるよ。人が一番怖いからね。まあね、そう、結局怖いのは人ですから。別にここも怖くはないけどね。明かりついてる。明かりがついている。大変だ。多分あれ光ってるの、うん、電気ですよ。電気だよ、うん、怖いね。文明の息。なんで撮ってないんだよ、それがホラーなんですけど。嘘。見てもらっていいですか。いや、ちょっとそういうのやってないですね、もう。俺の右手が邪魔されてた。それ、妖怪のせい。いや、疲れ。疲れ。うまいですね、うまい。はい、行ってきました。レイには会えなかったんですが、もう最初に人を見てびっくりしたので、びっくりして。でもいよいよ次がラスト、はい、ラスト、もう超おすすめ。超おすすめですか、はい、です。最後にそこ行っていきましょう。はい、はい、次は某神社。すごいことがあったらしいですよね。はっきり言ってネットで調べてしまうとよく出てきてしまう場所なんですけど、はい、鳥居で首吊りがありました。はい、で今現在は建て直しをされてます、はい、その横に、ま、すぐ横にですね、はい、実はその旧神社への道、その祠があったところの石みたいのがあります。で前見てもらうと分かるんですけど、真っ暗ですね。霊園と霊園の間真っ暗でございます、はい、電気消すとこうなります。あ、両側の墓だ。通称ここお墓の銀座、霊園銀座と言っております。霊園銀座、随分ちょっとにぎやかな感じ。はい、はい、到着いたしました。ついに最後のスポットに来ました。はい、着きました。最後のところ、なんかジメッとしてます。ここら辺、ここ門がありますね。あります、はい、これが先ほど言った旧の神社への通りになります。はい、あの鳥居のとこで写真を撮ったと、首にもやが巻きついた写真が実は撮れたりなんかしてるんですよ。ドルハ君、編集の時首見ててね、ちゃんと。大丈夫か。なかったら俺がもやつけとくから。いやいやいや、それいらないよ。私をビビらすな。どうぞ。本当にいいですね。ここで動画を終わらせたら低評価まみれにされちゃうんで、私行きます、はい、足プルプルするんですけど。あ、入っちゃった。はい、レゴしてから入った方がいいですね。はい、あ、ここで普通レースです。もう入っちゃった。入っちゃった。ごめんなさい。今の振りだったんですけど、ね。まあ、あのでここ道があったの分かりますよね、なんとなく。あ、なんとなく木が、はい、木とか草が割れてますね、はい、す、はい、めっちゃ怖いここ。あ、何これ。あの2人の航空事故車の石碑、ね、でこれ裏なんですよ。裏、表は向こう向いてる。なんで。それはなぜかというと、そこに要は祠があったからです。あ、であっちにもあるの分かりますかね。あ、ある、はい、ここも道見たくなってますよね、もうね。だからここにあったんですよ、昔は。ここに鳥居というか、はい、あのオクラじゃないや、なんかあったんですね。そうです。ちゃんとやっていきましょう。
はい、ということで、いろんなとこ回っていったんですが、菅井さんありがとうございました。はい、どういたしまして。今回行ったこの心霊スポット巡礼ツアー、来年もやったりするんですかね。はい、やります。はい、まあ、本当にね、あの言っとくけどめっちゃ怖かったから、本当に怖かったんで、みんなもしね、万が一ちょっとでも行きたくなったら、ちょっと来年チャレンジしてもいいかもしれないです。本当怖いからね。沢交通さんの、チャンネルもありまして、そちらもね、概要欄の方に貼ってあります。心霊スポット行ってるところの動画、はい、もうバシバシあります。あるんですか。はい、気になる方はぜひ見てみてください。はいはい、それではこの動画が、怖かった、ちょっと興味湧いたと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そして見えたよとかいうコメントもね、待ってます。なんか後ろ怖い、本当怖いです。みんなバイバイ。お塩ですね。はい、はい、おんまかからがらそわか、おんまかからがらそわか、おんまかからがらそわか。なんかに取りつかれたらお祓いとか行った方がいいと思うし、それじゃなくてもこういうお清めは必要だと思います。みんな行くならね。何人となった。え、お。